心臓血管センター駅は、群馬県前橋鹿目泉町にある、高下電気鉄道高下線の駅、島式ホーム一面二線を有する地上駅、無人駅である、一部を除き列車交換を行う。列車接近時に、ホーム上のスピーカーから、オリビアを聞きながらが流れる。心臓血管センター高下線の乗客が増加していた1960年代中期、 利用客の多い前橋よりのうち、平野部から赤城山南独の農村地帯へと、途半していく区間の上泉駅大萌駅間には、交換可能な駅がなかった。この間の既存駅である赤坂駅、江木駅は、いずれも、勾配途中の集落にある駅で、新規の交換設備を設置しにくいことから、閉塞区間を短縮して、列車増発を図るため、信号書として開設された。 設置当初の名称は、信号書北方の断球場に位置し、1940年に群馬県の教員保養所として開設、1962年に前橋病院に改称された地域の機関病院の一つだった、当時の群馬県立前橋病院にちなむ。この地点は小経流の寺沢川に沿った窪地を、線路が東西に築定で越える線形となっており、川の西岸付近は、 観光牌で信号所を設置しやすい立地であった。設置後はモータリゼーションによる乗客減少が進み、朝のラッシュ時間帯を除いてはあまり有効活用されていない時期もあった。1994年にプラットホーム設置、病院との連絡通路設置の上で無人駅に昇格した。駅開業と同時期の1994年に前橋病院は 重点分野にちなむ名称の循環器病センターと解消しており、駅名も当初からこれに合わせて開業している。駅昇格の背景には、当時の工芸電気鉄道が、経営合理化のためバス事業の廃止、譲渡を進め、前橋駅と主要病院である、前橋病院を結ぶ、バス路線も廃止される方向だったことから、市中心部と病院との間で、 代替交通手段が求められたことが挙げられる。従前の前橋病院もより駅だった。江義駅と信号所の間はわずか0 6トルしかないものの、江義駅から病院に徒歩で至る経路は、寺沢川沿いの窪地に阻まれて、大迂回を強いられ、アクセスには適さなかった。2001年に循環器病センターはさらに具体的な、名称の心臓血管センターと再解消され、 それに合わせて、駅名も解消した。以来、人間の内臓器官の名称が2つも含まれる、日本でも珍しい駅名の例として知られることになった。ありがとうございます。